かセットポジションを見る機会がない、そのあたりで躊躇したということも考えられますか。センターの坂口がスライディングキャッチ、これで3アウト、2アウト、ランナー2塁、ヒット1本で先制点というところだったんですが、デントナのあたりはセンター坂口が阻みました。そのシーンです。2球目を打ってきたデントナ、ただ足の速い坂口の守備範囲内でした。